セギオルギウスと竜は、初期ルネサンス期のイタリアのベネツィア派の画家ビットオレ、カルパッチョが1502年頃に制作した絵画である。油彩。主題は、キリスト教の聖人のセギオルギウスの竜殺しの伝説の一場面から取られ、横幅3メートルを超える細長いキャンバスに描かれている。ベネツィアのダルマチア系スラブ人のサンジョルジョデリスキアボーニ同心会館の依頼で制作され、 同じくセイゲオルギウスを主題とする、セイゲオルギウスの勝利、シレーヌの人々の洗礼と共に9点の聖人伝の連作を構成している。サンジョルジョデッリスキア棒二同心会館のファサードと、セイゲオルギウスのレディーフ彫刻、同心会館1階の内装。正面のカルパッチョの祭壇が聖母子、その両側にそれぞれ連作のシレーヌの人々の洗礼と、聖、トリフォンによって、 悪霊を追い払われる皇帝ゴルディアヌスの娘が飾られている。サンジョルジョでリスキア・ボーニ同心会はダルマチア地方から移住したスラブ人で構成されていた。ダルマチアは中世以来ベネツアと密接に結びつき15世紀初頭にベネツア領に組み込まれてさらに強固な関係となった。彼らの結成した同心会が10人委員会に承認されたのは1451年の ことである。カルパッチョは、同心会の発注により、1502年から1508年にかけて黄金伝説に基づく聖人伝の連作を制作した。発注のきっかけは、1502年に、同心会に聖ギョルギウスの聖遺物が寄贈されたことと考えられている。寄贈者は、パオロ・バルダレスソという人物で、彼は、ペロポネソス半島のベネツィア領コローネの、 監督官だったが、オスマン帝国との戦いで陥落し、撤退の際に譲り受けた生物をベネツィアに持ち帰った。バルダッラレスソケの人間の多くは、ダルマチア地方で養殖に就くなど関係が深く、生物の寄贈の際には、パウロをはじめとするバルダッラレスソケの出身者6名が会員となっている。これらの事情から彼らが連作の発注手ではないかと考えられており、 特に本作品は聖遺物を持ち帰った、パオロの武功を商用する意図があったと思われる。カルパッチョは同年に制作を開始し、旧作品に及ぶ連作を描き上げた。それぞれ、聖ギョルギウスと、竜、聖ギョルギウスの勝利、シレーヌの人々の洗礼、聖ヒエロニムスとライオン、聖ヒエロニムスの葬儀、書斎の聖アウグスティヌス、ゲツセマネの祈り、聖トリフォンによって、 悪霊を追い払われる皇帝ゴルディアヌスの娘、聖魔隊の証明であり、これらの連作はカルパッチョの祭壇が聖母子を取り囲むように左右の壁に飾られている。カルパッチョはドラゴンと戦う聖ゲオルギウスを描いている。聖ゲオルギウスは黒い鎧をまとい、栗毛の馬に騎乗し、槍を構えてドラゴンに突進し、槍を突き立てている。槍はドラゴンの口から、 後頭部を差し貫き、その衝撃で、槍は、俺、ドラゴンは、口から大量の血を流している。両者は横に長いキャンバスに、側面から向かい合う形で配置され、シレーヌの王女は、画面右端の中継に描かれている。美しい王女は、赤い服をまとい、静かに祈りを捧げている。カルパッチョは背景を細部まで、緻密に描いている。乾燥した。 荒れた大地が広がり、草木はまばらで、蛇、トカゲ、ヒキガエル、ハゲタカなどがうろつき、セイゲオルギウスの周囲は、無残にもドラゴンの餌食となった池にへの遺体の破片や、白骨が散乱している。光景には、シレーヌの都市と海が広がり、人々は、塔のテラスなどから、聖人の戦いを見守っている。また画面右の会場では後悔している小舟が見られる。建築物のうち、 ドラゴンが配置された画面左の奥にはエアハルトロイビヒの版画から撮られたコンスタンティノープルのハギアソフィア聖堂が描かれ、また王女の立つ画面右奥にはアドリア海に面したイタリア半島の都市アンコーナの教会が描かれているとの指摘がある。ドラゴンとセイゲオルギウスに対応する形で配置されているこれらの建築物はおそらくローマ教皇ピウス2世が計画した十字軍と 関係している。1453年の東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルの陥落後、オスマン帝国はさらに勢力を拡大してバルカン半島を北上した。十字軍はこれらオスマン帝国の侵攻に対抗するためであり、教皇は1464年に十字軍出発点のアンコーナに赴いた。しかし教皇は同地で死去。もともと賛同者が ほとんどいなかった十字軍は、教皇の死で頓挫した。その後、1479年、1499年には、オスマン帝国は、イタリア北東部のフリウーリー地方に侵攻を企てた。こうした、オスマン帝国の動きに対して、バラレッソ家は15世紀後半にダルマジアの防衛強化を訴えており、また多くのダルマチア系スラブ人が故郷を追われ、ベネツィアや、 南イタリアに移住することとなった。サンジョルジョでリスキア・ボーニ同心会もそうしたスラブ人によって構成されていた。カルパッチョはオスマン帝国の手に落ちたコンスタンティノープルと十字軍出発のチアンコーナを絵画の中で対地させ、それぞれをシレーヌを脅かすドラゴンとそれを倒すセーゲオルギウスに重ねている。この点からリュウゴロシと 異教と回収の伝説を持つセイゲオルギウスの主題には、オスマン帝国討伐と聖地コンスタンティノープル奪還の願いが託されていると考えられ、同時にコンスタンティノープルとアンコーナの境界が描かれたことは十字軍に寄せる彼らの期待がいかに大きいものであったかを物語っている。19世紀のフランス印象主義の学家ギュスターブ・モローは、イタリア留学の際に、 ルネッサンス期の巨匠たちの芸術を学んだが、その中でも特に注目したのが、カルパッチョで、ラファエロやベッディーニ他弁列や派の画家をしのぐ36点もの模写を行った。本作品に至っては、原寸大で模写している。帰国後、モローは遊楽の成果として、オイディプスとスフィンクスを制作し、1864年のサロンに出品した。 この作品に描かれた怪物スフィンクスは本作品のドラゴンの図像に影響を受けていると指摘されている。また、カルパッチョに魅了されたイギリスの美術評論家ジョン・ラスキンはサンジョルジョデッリスキア・ボーニドー・会館のカルパッチョの連作をいくつか模写している。ラスキンはその中でも特に素描きによって本作品の画面全体を模写し、また水彩画で セイギオルギウスの上半身を模写している。カルパッチョが1516年に制作した別バージョンがサンジョルジョ・マジョーレ聖堂に所蔵されている。セイギオルギウスとドラゴンの描写は本作品とほぼ同じものである。セイギオルギウスの3作品は同心会館の左側の壁に以下のように並べて飾られている。セイギオルギウスとウセイギオルギウスの勝利。 司令ヌの人々の洗礼、ありがとうございます。